こんにちは、元バンディット400Vです。今回は開封動画をお届けします。なんだろう、家電の別売り品っていうんですかね、オプション品っていうんでしょうか、それを購入しましたので開けていきます。で、家電っていうのは、洗濯機、洗濯機の洗濯槽のところに、なんでいいんでしょう、ゴミを取るようなフィルターっていうんですかね、でそれがちょっと劣化してきたんで、買いましたと。これか、はい。購入したのはヨドバシカメラで買いました。シャープ製の、洗濯機の、これは糸くずフィルターですね。で、マニュアル見ますと、この流通コードっていうので、書いてたんですけども、ここに3つ書いてますよね。これと違ったんじゃないかな。210033704413。確認したんですけども、最後の、数字、最後の数字が、419っていう番号でした。で、そう見てると、ここにも書いてないんですけども、なんか要はこの流通コードっていろいろ変わるみたいですね。で、この品番が一番いいんですかね。この ESLP1 っていう。で、シャープの公式サイトだと、販売価格が500円で、税金で550円。で、さらに送料が660円もかかるっていうんですよね。だから、価格。上の方に、商品フォルダ、660円。まあ、公式ページだと、こんな形で、こんな形、こんな値段で、販売しています。なんですけども、まあ、ちょっと高いんでっていうことで、ヨドバシで、購入しました。ヨドバシだと、送料、税金込みで489円です。開けてみましょう。ここまで随分長いな。はい、あ、こういうやつですね。ではここにゴミが入って汚れを取ると。でちょっと汚いですけども、今使ってるのがこれで、結構なんだろう、このカビついたり、ちょっと汚いんですけども、中の、縫っている部分とかにこうゴミがこういっぱいついて、水カビっていうんですかね、なんかこういうのがいっぱいついて汚くなっちゃうんで、なっちゃったんで買い替えました。まあまあ500円の商品なんで、別に買ってもいいかなと。はい、今回は洗濯機の糸くずフィルターの開封動画は以上です。